ンがですね、トロンボンという楽器が前の方に現れました。このトロンボンという楽器は金管楽器の中の一つなんですが、吹奏楽の場合を、管楽器で構成されてますけれども、主に木管楽器と言われているフルート、クラリネット、サクソフォンがだいたい前の方に陣取ってまして、金管楽器と言われておりますホルンですとかトロンボーンです、このトロンボーンですとか、あるいは後ろにいるトランペットですとかは、だいたい後ろの方にセッティングされることが多いです。ですので、お客様から見ると結構見えづらいところに普段 金管楽器がセッティングされているんですけれども、今回はそのトロンボーンに特別にスポットを当てて演奏したいと思います。金管楽器、管楽器の中でも特に動きが多いトロンボーンですので、見ても楽しめるんじゃないかなと思います。曲は、ファニースライドという曲です。お聴きください。ファニースライドというトロンボンの曲をお聴きいただきました。金管楽器に限らず、管楽器の場合はですね、管、管ですね、管の長さによ、長さを調節することによって音の高い低いを出しています。ですので、ドレミファソラシド、管の長さを調節して できるんですけれども、トロンボンが一番分かりやすいんじゃないかなと思います。こうバーってこうバーって、管が伸びた時に音が高い、管が短くなると音が高くなるっていうことになってます。